Also kümmert sich jetzt selber um Ryder und wir uns um Yui, oder wie läuft das jetzt hier? ライダー手を貸せ。よ。どうしたんだ。これはだっかって。 Und jetzt Abwehrarbeiter im Kopf hier. Ja, was schon. Warum tritt ich die Knarre bekommen nicht? Also Yui jetzt gleich eh kommt, dass er rennen ist. Jetzt ist er jetzt noch, um weiter zu machen in der Armada. Gerade nochmal.
Keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Aber das ist ziemlich gar nicht passiert. Was zum Teufel war diese Kamera-Perspektive gerade? Egal, den Kampf haben wir direkt auf Anhieb gewonnen. なべていびつなもの、歪むねじれ、おぞましくもうめくばかりで、正しさなどかけらもない。さよう、どうせこの世は地獄なれば、賠償十波チリアクタになるがいい。Okay, was zum Teufel ist das jetzt? Wer zur Hölle hat, kann das einfach mal so raushauen? Ich meine, dieses fette Schiff da von dem einen war jetzt ein Sache, aber ja. ゴズ天皇の血を受けし鬼子にして、帝釈天の僧を持つ祇園精舎の神、すなわちインドラの子、半身である。命ある者は平服せよ。平服してさえいれば何もかも瞬きのうちに終わりましょう。すべてすべて我が紳士が踏みつぶす。ライダー、これはいかなることだ。それに神明、英霊、源の雷光であると貴殿は私に語った。まあ、由井小説様、我がマスター、私こそ源の雷光ですが、神明としては牛御前。平安の頃、世を乱した牛御前、兄弟である源の雷光に撃たれたという。それです。兄弟と伝わっているようですが、私は私、雷光に流れる鬼子の血そのもの。なそれで、ああそう、いかなるかを問われましたね。いかなるかなど知れたこと、これよりは世のすべてを壊すのです。我が身を含めた世のすべてを壊しましょう。バカな、私の願いがため、その魂を捧げるとまで貴殿は誓ってくれたではないか。ええ、誓いました。捧げますとも。
魂までも。名を偽り、忌まわしき黒鎧に身を包んだのも、すべてはその願いのため。世界を壊すため。違うライダー、私は破壊のためではなく、真に正すために。ええ、そうでしょうと。優しきあなた。けれどあなたと共には、英月の義を勝ち抜けない。雷光の振りでは、私は殺しきれない。セイバーたちが、それを教えてくれました。ですから、私は私として、義を制す。江戸すべてを砕き、人も英霊も皆殺しにした後で、願望期にて私が世を壊す。レジを乗って命ずる。ライダーよ、私に従え。従っております、マスター。ライダー、私のことの葉の通りに従え。止まれ。小説、あなたの願いに我が魂を捧げると、そう申したではありませんか。小説、あなたの願いのままに、この牛御前が志願すべてを壊してまいりましょうぞ。止まるのだ、雷光。止まれません。そう、あなたの願いを叶えるまでは。このようなことが。Was soll jetzt gegen dieses fette Monster ausrichten?間一発間に合ったみたいね。絶対でね。そう、師匠、雲間から覗く大怪異、八百夜鳥に未曾有の危機到来せり。いや、怪異の類とは桁が違う。あれは神の類だ。それもかなりの大物と見たぞ。空をつく様、なんと神々しき。一息に切れる相手ではないな。師匠。はいはい、そんな顔しない。普通に考えればマスターを切るとこだけど、それくらいじゃ止まらないでしょ、あれ。しかり大宝具の展開に成功したならば、もはや私が自陣したところで止まる前。まあ、だそれで山場さん。なるほど。小説ちゃんはもともと江戸全体の霊脈をあれこれ利用していたと。それを丸ごと全部牛御前のあの怪物で奪い取ったってわけね。うむ。アマトの霊脈と深くつながり、膨大な魔力が真摯に流れ込んでいるはずだ。でなければあの巨体に説明がつかん。真摯もライダーも、もはや私からの魔力など必要とすまい。江戸八百夜鳥、いや関八州を焼き尽くしてなお止まるかどうか。はは、大げさじゃないんでしょうね。いおり、アマナの霊脈と深くつながった大怪異ならば、逆さに考えるぞ。霊脈からの魔力を断てば怪異の力は現じよう。そうだな、小説。ああ、道理ではあるが。
では話は決まった。師匠。オッケー。じゃあ手分けして霊脈を片付けちゃいましょう。とりあえず一組につき太めの霊脈一本ってことで。まず伊織くんとセイバーくんでしょ。私でしょ。小説ちゃんでしょ。これで3組3本。せめて4つは欲しいところ。ならばもう1本俺が。ふっふっふ。お待ちなさいな伊織くん。武蔵に策あり。おーい、あなたの出番よ。覗き見してるのは分かってるんだからね。Das wäre, wir wären. Ach, sind wir hier. Rosa! Noch ein Stück Lehmjagd, was wir uns hier tun. Das ist ein Stück.お互い得があるでしょって意味。あんなもの放っておいたら義も何もなし。複数の霊脈云々なら魔力切れするより先に器も何もかも砕かれて、はい、おしまい。江戸が火の海になろうと構わぬ。そいつはいささか困る。ではマスター。止まったわね。心強い仲間が得られて何より何より。それじゃあ打倒大会作戦開始といきましょうか。行くぞセイバー。うむ、